2023年夏休み、初めてです、こんなふうにホテルステイをしたのは、私の母がですね、いやたまには一人でゆっくりホテルでも泊まってきたらなんていうふうに提案をしてくれて、あのうちの子のね、面倒を見ておくから大丈夫よ、もう心配しないでいいから行ってらっしゃいなんていうふうに言ってくれた、そんな言葉をきっかけに、あじゃあ、都内で。 どこか何かこう滅多にね泊まることもできないですからなんか旅先でもないとね都内であのいいホテルってそんなに泊まらないですもんねだからじゃあ大好きなニューオータニしかもいろいろプランを調べてみたら朝食であの大好きなサツキでもいただけるというプランがあったので、えー、レディースプランという形で泊まってきました一泊してきました。 あのここはですね本館要はメイン館とそれから他に塔があるんですよねなのであの1階に行くと全部のフロアで1階かっていうとちょっとそうじゃないのでややこしかったりするんですけれどもそしてまずねお腹すいたと思ったら私知らなかったんですけれどもニューオータニでこの鈴富さんを発見してチェックイン前に一人優雅なお寿司タイムを満喫して、えー、そして チェックインの時間までね、ちょっと時間を潰してようやく時間になったのでメインの方のフロントに向かっているところです。ここがまあ長い廊下なんですけれども、えー、ちょうどこの左手がねラウンジでアフタヌーンティーとかあのデザートのねスイーツブッフェなんていうのもやっているところですけれど今回ニューオータニこの YouTube でいろいろ回って撮ってきたんですが改めて もう全てがこのホテルの中で事足りてしまういろんなお店がありますしあのこの下のフロアにも本当にもうレストランからカフェから何でも揃っているのであの小さなね街みたいな感じですねここのホテルは。ここはねあの、まあ、皆さんよくメインのところであ,のあそこのラウンジに行くまでに通る角のお店なんですけれども。 可愛い,いバッグもいろいろ売られているところなんですが、はい。えそしてようやくねチェックインをするためにこの受付のカウンターまでやってきたところです。え今回は新江戸ルームということで、あのどうやら和をね基調にした部屋ということですごく楽しみにして行ってきましたさあどんな感じでしょうか。はいしはい。は えー、あ、椎の木の香りがしますね、はい、本当にすごい。ああ、暑くなるんですね。あ、あ<っ>、わ、はい、かりました。ええー、綺麗景色がいい。かなりね日差しで部屋の中が暑くなるのでブラインドを下ろして調整してくださいっていうことでお話がありました。 さあ、早速どんな感じか部屋見ていきましょうまずは入り口入ってすぐ右手こちらがバスルームですこのね奥が全部ねすべて奥まで見られるっていうのはすごく開放感があるんですよねそしてこれがひのき風呂あの、説明にもあったんですけれども浴槽にちょっとねお湯が あのお水がね溜まっているっていうことでこれはあの乾燥によるひびを防ぐためにちょっと溜めてありますっていう説明がありましたとってもねいい香りでしたこれだけでもね本当に新エドルームなんかこう和の感じがね引き立つような感じでしたねあとでアメニティもねちょっとご紹介していこうと思いますなんかこんな木のね箱に入ったアメニティも可愛いですよね さあそして奥に行きますともうねこれはあのこういう大きさで言うとそんなに大きな部屋ではないんですがでも1人だったらもう十分の広さです、はい、このようにねあの特にこう仕切りがないような感じで洋服がかけられてその下の部分にこうやってスリッパがありましてまあホテルね私たちも家族結構いろんなホテル泊まり歩いてきてるんですけれどもこのスリッパの質でも かなりそのどれだけこうホテル側が力を入れてるかっていうのが分かるぐらいですよねそしてこうやってねベッドカバーとか絨毯とかいろんなところに和を感じさせる柄が多用されていてなんか可愛いですよね外国の人にこういうところ特に人気なんじゃないかなって思いましたそしてこちらがもうねあの どのホテルにももう置いてあるねネスプレッソの,あのマシンですけれどもそれからこれはニューオータニのラベルのついたお水引き出しを開けると中には、まあ、このようにねあの、はい、これはねあのドリップのなんか東京ルンゴなんていう種類があったりしてああ外国の方を意識しているなんか種類を選んでるのかななんていうふうに思いましたけれど。 この辺りはね紅茶とかお茶ととかかおそんな感じですこういうもののこういういいものかどうかっていうのでもそのホテルのあのなんか力の入れ具合っていうのは分かりますよね冷蔵庫はね特に何も入っていませんでしたそしてこれ時々これ見かけるんですよねホテルでも。 いつも、ね、使い方がやってみようと思うんですけれどうまく Bluetooth がつながらず使えず終わって今回も帰ってきました、はい、このようにねヒノキの説明とかねヒノキ風呂のそれから今回日本酒もお土産にあるのであの冷やしてくださいとかっていう感じで支配人の方からのメッセージそしてこれ何かなって開けたらこうやって竹炭炭がね置いてありました うちはこのプラズマクラスター白いバージョンを使ってるんですがこうやって黒だとまたこの部屋に溶け込んで合うなと思って感心しちゃいましたそしてちょうど窓の外を覗くと、あのー、ホテルからの,このちょうどプールも見られてすごく当たりの部屋でしたこの日はねあの今これ晴れてるんですがお天気予報では 雨の予報だったんですよね夕立が来るみたいな感じだったのでどうかなと思っていたら予報通りで <laughs> こんなにあにプールを楽しんでいる家族連れも楽しめて本当に窓の外の外景色は気持ちよかったですそして途中やはりザーッと降ってくる場面なんかもありましてでもねこの緑にこう思いっきり雨が当たる様子っていうのを上から見られてそれもなんか すごくね、癒されましたねここが入り口そしてバスルームお手洗いですねこんな感じでで、ここが窓がないんですよねここの寝るところとお手洗いの敷居が全然 はい、ツーツーでしたでここのこう模様がねちょっと和柄の模様があるこの真裏が鏡でさらにその奥が檜の風呂割とね大きめのベッドでしたそしてぐるーっと見ると迎品館そしてさらにその奥に国立競技場いい部屋です はいそしてこれがテーブルの上にあったお土産一式なんですがこれはニューオータニの作っているハーブウォーターそしてこれがお土産の日本酒水場蕉あとこれはおかきそれからノートちっちゃいノートがあったと思うんですが開いてみたら蛇腹のようになっていていメモ帳でした子供がね喜んで使っています。 そしてこれは外国の方向けにねどうやってヒノキブ風呂に入るかっていうのがあの英語とね日本語で書かれていましたはいこちらの窓側からのお部屋の様子がこんな感じですい,、あのー、いいですよね一人ステイには十分の広さだと思いますそしてさらにこれがレディースプランで、えー、またお土産をいただいたんですが 洗顔とそれからこれは泡のね作れるスポンジそして美容液と美容クリーム全部ねこれあの試供品のレベルの量ではなくてきちんとこの商品のそのままの大きさが入っていたのでいやもう十分これだけでもあのグッドディールだなっていう風に思いました今私このホテルから戻ってきて最近お顔のお手入れこれを使ってるんですけれども。 すすすごく使いやすいいやですえちょっとと一休みをしているところですこうやってちょっとね照明をつけたりするとまた部屋の雰囲気も自然光とはまたガラッと変わって落ち着くような感じで本当にあに夜もねすごくリラックスして過ごすことができましたさあここからは少し部屋を出ましてえちょっと館内をね い,ろいろ探検してみようということとこで、えー、ちょうど私が泊まっているメインのここはアーケード街というところに来ましたこうやってねいろんなお店がアーケード街がね広がっているんですやはりホテルですからこうやって綺麗なこの,あの花嫁さん用のねウェディングドレスがたくさん並んでいてなんか私もこの時はうっとり見ながら。 思わずね、カメラも止めてなんかちょっと外から見いちゃうくらい素晴らしい素敵なデザインのものがたくさんこうやってディスプレイで、えー、外から見ることができました女の子はね、上がりますよねこういうウェディング関係のものっていうのははい、そして、えーまあ、ここのすべてのお店がオープンしているわけでもなかったんですけれどもでも大体こうやってね、開いてますね。 ちょっとこうやってお食事がいただけるところだったり喫茶店だったりそれからこの奥に行きますとステーキハウスがありました、えー、ここはですねちょうどこの時間はまだあの休憩でシャッターが降りているんですけれどもちょうどディナーの前の,あの準備の段階の時間でしたこのようにねあのメンズのテーラードを扱うお店だったりそれからここはですね、えー、ホテルニューオータニの ニニューーオタショップいろいろとこうオリジナルの詰め合わせのお菓子だったり、えー、ここからねいろんなギフトを送ることができるそんなショップになっていますまあもともとそうなんですけれどもやはりこのニューオータニの中にあるアーケード街、えー、こういうふうに、まあ、バッグを扱うお店とか洋服もそうなんですけれどもどちらかというと。 まあ年齢層はね高めの女性をターゲットにしているかなっていう感じがしますねで結構あのセールになっていろいろお買い得なものもねありましたね本当にあに先ほども言ったようにもうここ全体がこれだけお店がありますからもう一つのちょっとしたこう街みたいな感じなんですよね さあそして雨もねちょうどやんだタイミングだったのでここからこれはメインの,あの建物なんですがここから降りていくと庭園に続いていてますこの時は8月の頭だったのでそして大雨が降った後ということでねセミもすごく鳴いていました。 ちょうどここに見える面白い形の建物これがガーデンタワーなんですがニューオータニの私は、えー、大学卒業してでちょうどアナウンサーになりたかったんですが大学4年の時に留学していたのでさあこれからどこの曲穴を受けるかっていう時にちょうどアルバイトもしたかったのでここのトレーダービックス受けまして、まあ、その時まだ、ね、留学で帰ってきたばっかりで英語でも接客ができるぐらいだったので。 あの受かったんですよねでも、ちょうどその大学卒業した年に私、もうすぐに極穴が決まってしまったので結局、一度も働けることなく、すみません、ちょっと職場が決まってしまいましたということであのお断りしちゃったんですけれども、1回は、ね、トレーダービックスでもちょっとバイトしてみたかったなと、その当時でも、まあ、なかなか時給も良かったので。 しかも海外からも、ね、いろんなあの客層の方が来られるでしょうからいい経験にまたなったんじゃないかななんて人生経験になったんじゃないかななんて思うんですけれども、まあ、一度も、ね、働くことなかったんですがしかも、ね、あの従業員の,その着る洋服がスリットがすごく入っているような感じでなんか懐かしいですけれども面接来たななんていうふうに思い出しました。 いや本当にここはもう森の中ですからね気持ちいいですこの日本庭園がいつもここはこうやってあの整えられていて先ほど見てきた滝がちょうどあの落ちるところがこのガーデンコートとそれからメインのちょうど間にあるラウンジから見下ろすことができますそしてこの時まだ夕方だったんですけれども もう次の日はね、朝、さつきで、えー、モーニングブッフェが決まっていたので、夕ごはんはもう本当に簡単に済ませたいと思いまして、ガーデンコートの地下に、下の方にですね、えー、コンビニが入っているということだったので、ちょっとこっちのガーデンコートの下のいろんなお店も探検しつつ、えー、コンビニに買い出しに向かっているところです。ここううやっっててね、ね、ニューオーオタリのののれまでの歩みっていうのがパネルに、ね あの映し出されたりしていて、うん、すごい、まあ、歴史のある建物ですからねなかなか興味深くあの読んできましたここはね絨毯を専門に取り扱うところ本当に何でもありますからねここはかわいい子供服のお店ですここもねもう前から入ってますよね ここは吹き抜けになっているんですけれども私がちょっとこの後通りかかった時になんかちょっとした催しもあの行われていたんですがちょうどここからタリーズが見えますそしてこのタリーズの奥にコンビニが入っていますここがね子供服扱うところなんですよね可愛かったですはいそして 一見わからないんですけれどもほらファミマがあるんですよなんかこれもいかにもこの色をねトーンを落としていてこの景観を崩さないようにっていう感じでああんかニュータニの中ならではだなあなんていう風に思ってきました本当にちょっとしたこの時はまあヨーグルトと飲み物ととかそんな感じであとは夜の ちょっとしたあのおにぎりかなかなんかを買ってはい帰ってきましたそしてえちょっとねせっかくなのでなんかあのレディースプランで泊まるとこう割引ができるっていうことでエステをねちょっと申し込んでおいたのでちょうどその時間になってきたのでえこれも一度部屋に荷物を置いて。 そしてて向かかっているところですなんかリフトアップフェイシャルとかここはあの花嫁さんがねウェディングの前にするエステとしてもあのよく利用されるそうなんですがでもそれだけに限らずあの一般の方たちも使うことができるということでこの個室ではい受けてきましたなかなかねあの こんなふうに優雅に時間を使うことはできないので、えー、ゆったりと過ごしてそして部屋に戻ってきましたもうこの時にはね部屋着に着替えていますそして、えー、先ほどお伝えしていたこれアメニティですね大体どんな感じなのかということで私もこの時初めて開けてみたんですがあのよくねホテルでこういうアメニティの よく見かけるこの和柄のものだったんですがただこの中に入っているブラシがこうやってほらあの少し先端が丸みを帯びている木のねこれ頭皮をマッサージできるものなんかもあったりそれからこうちょっとした手ぬぐい、ね、輪を感じさせますよねこれはまあ普通にあのゴムとかそれからシャワーキャップとかあと歯ブラシとかね こんな感じで、まあ、いつものメンバーあとあの串もねついていました本当にこういうこうきちんとしたホテルに泊まるとアメニティがねえこんなブランドあるんだとかあの新たな発見ができるのですごくそれもまた楽しいんですよねこれはボディローションほらこれが先ほどの入ってたすごくね小さいんですよねコンパクトなサイズの でもなかなかこのブラシがアメニティでついてるっていうのも珍しいですよね。大体いいプラスチックのね、あの折りたためるタイプが多いのでね。はい。そして、えー、これからお風呂に入りたいと思って準備をしようというところです。これがね、ちょっとわかりづらかったですね。<laughs> あの、お湯をどういうふうにどっちに出したらいいのか、温度がどうなのかとかね。 いう感じででもちょっとお風呂にゆっくり入りたかったのでお湯をためているところですで廊下側とちょうどこのお手洗いのところはこういう風に仕切れるようになっていますでこのレモンがあの最初に部屋に案内してくださった方も直接口頭で説明してくださったんですがあのレ,オンレモンをねこのままもうポチャンっていう風に湯船に入れてくださいっていう感じで言われたので。 た、はい、めている時にこういうふうに入れてでこのねシャンプーリンスボディーソープもあのカルバンクラインのワンみたいな感じの香りのもので今私これ家でまだね使い切る途中なのであの使っているんですがすごくねボディシャワーシャワージェルとか使っていてもあの本当にあのカルバンクラインを思い起こさせる彷彿とさせる香りでねすごく爽やかでした。 さあそしてゆっくり休んで翌朝です7時からねさつきはオーブンということなのでこの時6時ね57分に着きましたそしたらまだここシャッター閉まっているんですがあともう間もなくということですでに私の前に3組待っていましたはいシャッターがねこうやってゆっくり開いています ほら普通ねランチの時間帯行ってもどの時間行ってもさつきもめちゃめちゃ混んでますからねこんなに貸し切り状態のさつきを見られるのがまず感動でしたけれどもそれでねまあさつきなのでせっかくならあの誰かと楽しみたい一人じゃなくて誰かと楽しみたいということで近くに住んでいた親友がねもう私大学の時からの。 あの学生時代からの親友がこの近くに住んでいるので呼び出しまして一緒にさつきでちょっと朝食食べようって言ってそしたらその友達も着いたのが7時半ぐらいだったのかななので私はその友達が着く前までにあまりこう他のお客さんたちもね混み合う前にざっとこのようにえ撮影をしてそして自分の分を取り分けて。 えー、ちょうど食べ始めぐらいで、えー、友達がついたんですけれどもまあさすがサツキですよ品数が豊富これはもう全てピエール・エルメのデニッシュとか小さいねこういうパンとかもうなんか見ているだけでいや結局モーニング・ブッフェもそんなに食べられないですよね なんか見ているだけで満足しちゃうところもありますしでもさすがのラインナップでしたねこうやっていろいろこう見たことのないようなジャムが置いてあったりこの辺りは和のコーナーですいや本当素晴らしかったです 味ももちろん素晴らししいですし見せ方も上手もうねこの時はかなり海外からの,あの旅行客の人たちもとても目立っていたのでまあこのさつきの果たして素晴らしさをどこまで理解してくれてここに食べに来てるのだろうっていう感じで思うぐらいあの例えば欧米からのご夫婦っぽい方たちも。 きっとホテルに着いているブッフェのただ一つの会場として選んだのかもしれないんですがこのレストランがどれだけ素晴らしいかっていうのもね力説したかったですねいや私はもう夢の時間でしたさつきは大好きなので本当にここに、まあ、もちろんね7400円かかるんですよね宿泊客ではない。 人がここで食べようとするとね朝食をなんですがこのなかなかですよこの品数果物も素晴らしく美味しかったですしいやこういうねあの例えばワッフルとかあそう私生クリーム好きなので。 この生クリームとそしてこのメープルシュガーもメープルシロップも3種類ありました大体いい私こういうワッフルとかパンケーキもやっぱりちょっと食べたいなと思うんですけれどなんといってもピエール・エルメがねあそこまで並んでるのですぐに取る気にはなれずまあ今までいろんなホテルの朝食は楽しんできましたがちょっと ちょっとこの桁違いというかクオリティにしてもこの種類にしても本当に素晴らしかったですあのウェスティンのねモーニングブッフェもちょっと私あの行きたいななんてこの時ウェスティンと悩んだんですよねでもやっぱりつきの朝食食べたいと思ってニュ仁ーータニにしたんですけれども すごいでしょこの品数が結局私このステーキは気になりましたがとてもお腹にそんな余裕はなく取りませんでしたこれはあのこうやって自分で選んで、えー、これとこれとこれを入れてください私はこの時はオリーブと、えー、それからパプリカかなあとチーズかな 3種類ぐらい確か選んでそうするとその場でこのシェフの方がオムレツを作ってくださいます最初はね私本当にこの動画を回して友達来る前にさあじゃあ自分のを取りましょう取り分けましょうっていうふうに歩いている時にあの15分ぐらい本当に何を取っていいか分からなくてというかもう品数がありすぎて。 どうしてていいか分からなくて15分ぐらいお皿持ったままぐる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 回って結局最初はちょっとまあメロンとかね生ハムとかこの辺りからちょっとずつスタートかなっていうことで撮ったんですがそしたら私のね友達があの途中着い,いたんですけれどあの近くで座っていた女性が。 イクラをものすごくご飯にかけて食べていたって言ってそれを聞いてあいイクラをかけるイクラ丼もいいなと思ってこうやってちょっと真似してみてねイクラとしたらやはりメインは和でしょうということで、まあ、和食をメインにとって頂い,いてきましたいやーもう素晴らしい朝食でしたもうねさつきでいただけるだけで満足のプランですが帰り 子供とねそれから両親も子どもを見てくれているのでちょっとこのさつきの,あのレストランの脇にあるケーキショップでお土産を買ってきましたが私がちょっと行かない間にワンピース3,000円4,000円のスーパーショートシリーズスーパーシリーズが出来上がっていてびっくりしました。はい、こうやってねちょっとさつきでお土産を買いつつ子どものところに向かいました。 いやもうねなんといってもこのさつきの朝食で締めることができて大満足でした初めてのお一人様ステイホテルステイお送りしました